サッカーセルビア・モンテネグロ代表、サッカーセルビア・モンテネグロ代表、ー、フドボールスカ・リプレザンテジア・ヤスブリ・アイクラン・ゴアは、セルビア・モンテネグロサッカー協会によ編成された、サッカーのナショナルチームである。1992年に、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が崩壊。スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルセゴビナ、マケドニア共和国がユーゴスラビアから独立した。 以降ユーゴスラビア連邦のうちセルビア・モンテネグロからなるユーゴスラビア連邦共和国が存続したが2003年に穏やかな連邦制に移行したことによりセルビア・モンテネグロに国名を変更した現在はセルビア・モンテネグロ代表はサッカーセルビア代表とサッカーモンテネグロ代表に分裂している以上の点を踏まえ1992年から2003年まで ユーゴスラビア代表として存続したセルビア・モンテネグロ代表と同じ枠組みで選出されるサッカーナショナルチームについても本項目で扱う。1992年以前のユーゴスラビア代表についてはサッカーユーゴスラビア代表を参照のこと。最初の試合は1994年の12月23日にブラジルのポルトアレグレで行われたブラジルとの試合で ブラジルに対して0から2で敗北した。この試合は1992年の6月に発動された国際サッカー連盟 FIFA 欧州サッカー連盟 UEFA によるユーゴスラビアの国際試合からの締め出しが2年6ヶ月ぶりに解除された瞬間であった。最大失点差による敗北は2006年6月16日にドイツのゲルゼンキルヒエンで行われた 2006FIFA。 ワールドカップのグループリーグ、タイアルゼンチン戦で0の6で敗北した。これにより次のコートジボワール戦がセルビア・モンテネグロ代表にとって最後の国際試合になることが決定した。コートジボワール戦は2006年6月21日にミュンヘンで行われ、コートジボワールに対して2から3で敗北した。セルビア・モンテネグロ代表は 以下の二つのナショナルチームに分裂した。このうち、セルビア代表が、セルビア・モンテネグロ代表の経歴と記録を引き継いだ。このため、セルビア・モンテネグロ代表でエントリーを済ませていたユーロ2008予選にはセルビアがエントリーし、一方モンテネグロは、モンテネグロの独立が2006年のワールドカップドイツ大会直前であったため、ユーロ予選にエントリーすることができなかった。 モンテネグロ協会とモンテネグロ代表は2006年9月に UEFA に対する仮加入が認められた。2007年1月には UEFA への正式な加入が承認され、さらに5月には FIFA への加入も承認された。さらに、モンテネグロの独立以前の1999年からセルビア共和国の自治州であるコソボはセルビア共和国、 およびセルビア・モンテネグロの行政権から完全に独立していたが、このコソボにもナショナルチームが存在し、2016年に UEFA と FIFA への加盟が認められた。2016年5月に UEFA および FIFA への正式加盟が承認された。ロシアワールドカップの予選抽選はすでに終了していたが、予選参加を認められエントリーされた。 1992年6月からセルビアとモンテネグロからなるユーゴスラビア代表は国際連合の決議に従った国際サッカー連盟と欧州サッカー連盟から国際試合からの締め出しを受け一切の国際試合の機会を喪失した。ユーゴスラビア代表が国際試合の場に復帰するのは1994年も押し迫った12月23日のブラジル戦からである。 その後もユーゴスラビア国内では、ユーゴスラビア崩壊の混乱の影響が長く続いたが、旧ユーゴ時代からのエースで当時日本でプレーしていたドラゴンストイコビッチらを中心に1998年のワールドカップフランス大会の欧州予選を突破。ドイツ、アメリカ、イランと同一のグループを無敗の2位で通過。トーナメント初戦でオランダに敗れたものの、国際試合の舞台で、 ユーゴスラビアの存在感を見せつけた。続いて、1999年のユーゴク爆ークの中からユーロ2000の予選を戦う。予選ではクロアチアとも戦ったが、これを突破し本戦へ進出。スペイン、ノルウェー、スロベニアの組を2位で突破。トーナメントで再びオランダに敗退するもベスト8に入った。2002年ワールドカップ。 2004年の欧州選手権の出場は逃したが、2006年ワールドカップの欧州予選は、スペイン、ボスニアヘルセゴビナ、ベルギー等と同組のグループを1位で、通過2大会ぶり本大会出場を決めた。欧州予選では10試合での総失点を1に抑え、守備力の高さが際立っていた。2006年のワールドカップドイツ大会直前の5月21日に、 モンテネグロの独立の可否を問う国民投票が成立し欧州連合が設定した独立を認める基準を達成した。さらにワールドカップ開幕まで1週間を切った6月3日にはモンテネグロが独立を宣言した。この独立をセルビアが平和的に承認 EU も国際承認を行ったためモンテネグロの独立が確定した。ただしドイツ大会にはすでに セルビア・モンテネグロ代表でエントリーしてしまっていたため、すでに存在しない国家、セルビア・モンテネグロ代表として出場することになった。また、前回出場した98年大会では、ユーゴスラビア代表でエントリーしたため、セルビア・モンテネグロ代表という名前で本大会に出場するのは、2006年のドイツ大会が最初で、最後の大会となった。本大会のグループリーグでは、 初戦でユーゴスラビア代表が最後のインターナショナルマッチを行ったオランダ、続いて90年ワールドカップで PK の末破れた相手アルゼンチンと対戦することにな。本大会では欧州予選を戦ったディフェンスラインを組めなかったことも影響したとはいえ、鉄壁なはずの守備陣が大崩壊。初戦のオランダ戦はロッペンカズトに振り回される格好となり、零から一で、 敗北、決勝点は6編に決められた。ついで2戦目となる、アルゼンチン戦では0-6と、内容でも終始圧倒される形で大差で敗れ去った。最終戦のコートジボワール戦は、セルビア・モンテネグロとして、最後の試合になったが、前半20分までに2から0とリードしたもの、その後3点奪われ逆転負け。セルビア・モンテネグロという名前での最初で最後の、 大会は参戦全敗でグループリーグ敗退という結果に終わった。ユーゴスラビア、セルビア、モンテネグロ、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。